like I'm supposed to go. Tell me what you're thinking about me when I'm gone. 自分が入ってた時は本当に一番下手くそで、試合にも出れなかったし、自分次行ってもみんなの分も頑張るんで、4年生本当に4年間ありがとう。本当4年のみんなのおかげで生まれたから本当にお世話になりました。本当に一番悔しいです。自分やっぱりエースで任されてて、本当にみんなを一部にインカレに連れていけなかったっていうのが一番悔しいです。自分やっぱシュートが得意で、やっぱりスリー決めたり、今日もスリー決めてて、やっぱあとスピードも活かすことができて、まあ、一部にもし、まあ、プレーできなかったですけど、もし一部にいたら通用するところもあったんじゃないかなと思います。本当にもういろいろありましたね。なんかこう入ってきて、まあ、一番下手ですごい先輩たちにいろいろ言われることもあったし、なんでバスケってなんかもういいんじゃないかみたいな。でその時は自分プロになりたいっていうのを言ってて、それ笑う人とかもいたんですけど、やっぱり諦めずにやってきて、でやっぱ3年生から社員使わせてもらえるのは信長さんが来て、でそこでチャンス掴んでここまで来れたのかなと思って。でもこの4年間は本当に同期とか後輩先輩たちがワークアウトしてくれて、そこは一番感謝します。もう本当に一番はその努力を続けることは本当に一番思いましたね。やっぱり努力続けてきたからこそここまで来れて、やっぱり大学バスケはハードワークですよ。目標は一番大きいのは海外でプレーするっていうのが一番の目標だったので、その次に A 代表にも入って世界で戦って、やっぱり日本のバスケを引っ張っていけるような存在になりたいです。そうですね、後輩たちには一番やっぱり努力し続けて試合に出れなくても、いつか努力続けてればチャンスは回ってくるんで、やっぱり報われない時間も努力すること大切なんで、やっぱ本当にもう努力しか出てこないです。で一部とやって、やっぱり後輩のレイヤーとか元木とかも通用してるところはあったんで、やっぱあいつらもそこは自信持って来年も入れ替え戦に出て、来年こそはもう入れ替え勝って一部いってほしいです。